はい、どうも赤星せよ赤星マッシュシュ TV。 はい、さあ今回は、オリオン食堂本店さんということですね。オリオン食堂さん、はい、豊島区、南長崎ということでね、東京ですよ一応ね、長崎ありますが、西武池袋線のね東長崎駅です。場所は南長崎ですけども、東長崎駅、はい。でこちらね、オリオン食堂、なんか沖縄料理っぽいね、イメージですけど、そう思いましたよ。はい、実はこちら、ラーメン屋さんということで、二郎系専門でもないんですね。はあ、いろいろなラーメンが置いてある、まあ、看板にもつけ麺ラーメンと書いてありますが、つけ麺ラーメン、まずはこの食券を見てください。オリオン座の方なのかな、あかもしれないです。はい、星3つ並んでたし、あそういうことかね、オライオンの方ですね。つけ麺ラーメン、まずそばなんと21種類あります。プラスさらに限定麺がある、で下の方には丼物とかドリンク類も豊富だよと。豊富ですね。そうなんです。でその中でも、まあ、二郎系は今回1種類だったんだけども、この俺のカツオ麺という、俺のカツオ麺、はい、ものあったんでこちらを選んでおります。ね、こんなものが来ます。お、カツオ麺だ。これなんですね、でよく見てください、ここのねちょっとヨーグルトっぽいものが持ってますが、これガリマヨ、これ無料でつくやつです。はい、でカツオとこの下にあるネギはこれデフォルトで入ります。まあ、コールの時にちょっと抜いてくださいと言えば抜いてくれると思いますけど、あの苦手な方はね、ネギとかね、カツオ、マヨがこんな塊で出るのも珍しいですね。そうなんですよね。でまあ、このちょっとねマヨの下に隠れちゃってるんだけど、ここにね油がどっさり入ってるんですね、下の方に。はい、さらにほら、お店の真ん中になんかこれバイキングのスペースあるんすよ。あらら、楽しい。もやし足りなかったりね、この真ん中の方にこれニラなんかもあるんで、こういった面白いお店になってますね、はい、ということで食べていきましょう。こちらやや焦がし豚を、食べますが、結構なホロホロ具合でいい豚さんですね。何枚か買ってもよかった、味付けはちょっとみりん風味なのかな、甘さがある、ね、ちょっとこの甘マヨみたいな感じで食べると美味しいというね。そして見てくれこのね、さすがカツオ、真っ黒な俺のカツオ麺、俺のって感じですね。まあザラッとした、魚介っぽい味なんですけども、カツオの風味がね鼻に抜けていくんですね。非常にこう香り豊かなスープとなっているでしょう、ガリマヨ野菜ということでね。ほとんどマヨじゃないか。あ、まあ、あ、よかったよかった。なんですけど、なんですけどね、ちょっとガーリック寄りです。はい、そうなんですね。かなりガーリック寄りなマヨネーズ、マヨ感はあんまなかったです。ガーリックソース。ガリガリマヨぐらい。ガリガリマヨ、はい。違ったガリガリ君のね。違ったガリガリ君。別のガリガリ君。あ、カツオをね食べていきますが、なんかちょっと高級な猫まんまのような。はあ、感じですよこれ。ちょっとあんまり珍しい食い方ですけどねこれも。え、そうっすか。マヨネーズとかつお節を食うっていうのは。まあまあまあ、ふりかけとかで結構美味しいからね、そういうの食うとね。そして麺ですが、なんと無料でですね、ラーメン150、230、300、つけ麺も200、300、400と選べるんですね、グラム数を。で、ゴワゴワ度高い、硬めの極太麺でして、やっぱカツオガリマヨすごい強いんでね。いやこれくらいね、あの麺が強くないと張り合えないよっていう、なるほど。ちょっと今左手が気になってたんですよ。なんか鳴ってた俺。左手がずっとあのバスガイドみたいな手だったんで。マジ、手前奥になんかあったのかな。見せてください。まあ、ちょっと混ぜそばみたいにもなってるというラーメンですが、さ、久々にね、あのすごい量のニンニクいきました。ほっこりしてましたね。この量火鉢なんかよりも全然多いですよ、はい。粒も大きいね、ガシガシいける、このジョイニンニクですね、これね。ジョイニンね。ジョイニンです。もう楽しいです、このニンニクは。はい。あの噛めるんで、辛くもないし、あまりね。ただし、ネギも入ってることを忘れちゃいけないですね。なるほど。辛さとしてはね、あのダブルで来るんで、ネギ族の辛さが結構きますよ、はいはい。ちょっと、増しすぎは要注意と。まあまあ、そうね。まあ、ここでさらに胡椒もね、辛いのがあれだとか言ってるところで胡椒も足しますけども、まあ、あのマヨのね油がちょっとこうきつこくなってきたら、まあ、胡椒の噛み砕きでね、一気に味変してみてくださいということです、まあ、太いしょっぱい脂っぽいね、この胡椒はうまいということですね、さあそしてこちらっす、ちょっと見てくださいこれね、これ一体え、ラー油かな、ラー油そうじゃないですか、これトッピングバイキング戻りますよ。あ、カレーとかだと思ってました。あこれね違うんです、この一斗缶の中なんとニンニク醤油が入ってるんですね、これも取り放題なんですね。というわけで、しょっぱレベルをチェックしてみます。あっとっとっと、
ここです。いや辛い辛い、びっくりしちゃって、ね、もううろたえちゃって、もうもうしょっぱレベル確認でね、水なんか飲むのレアですよ。だから飲まなきゃいいんすよ。いやもうやっぱり確認はしとかないとね。うん、これスープに溶け込ませてもニンニク醤油の方が強かったの、ちょっとびっくり、あれって思って、えって思ってて、本当にそんな孫になんなよ。さらにですね、最後はさっぱりとね、酢油を、酢油ね、油をさっぱりと、ね、いきたかったんですが、うん、あれ、え、はぁ、え、酢油じゃないですか。なんとこちら、エビ油というアイテムだった。あ、じゃあ、エビ油油だったんですか。そうです、油に油ぶっかけて最後食っちゃった。さっぱりしようって思ったらこってり終わりです、最後。何やってるんですか。すごい、いや気持ちよかったって終わりませんでした、最後。いやダイレクトエビ油なんかも入っちゃったんでね、油量 95.5 で、マシマシは 88.4 ということで、はい、ヤバシということですね。お、ヤバシ、林、ヤバシ、あ、林、うん、パッパヨ、パパパヨ、パパヨ、パピヨンだったらよかったですね。パピヨンだったらよかったですけど、ね、こんなこと言ってるね、オリオン食堂さんですけども、はい、あの西武池袋線ってね、うん、いっぱいあるんですよ、二郎系が。あ、そうなんですか。そう、この日ね、まず最初に、うん、なんだっけな、やーやーやーっていう、家と書く、あ、家と書く家系のお店が、はい、上石神じゃないや、石神公園駅にあるって聞いて行こうとしたんだけど、はいはい、それよりも手前に二郎系があるから、まずそこ降りた、はいはいはい、したらですね、歌丸さんってとこ行ったら定休日だった。あら、定休日、あーしょうがないな、もうこれ桜大二郎行こうって言って、はいはい、桜大二郎行こうとしたらですね、ツイッターで今日の夜だけ臨時休業しますなって、はい、もうしょうがない、その隣にある、オービルさんっていう、ニンニクを別の読み方する、うん、オービルさんって言ったら、うん、23、24はお休みですふざけんなよってなってたところにですね、ずっとリクエストをいただいていたオリオン食堂さん思い出しまして、はい、一駅ずつこう歩いてですね、あ、歩いて乗っちゃったらもうなんかチクショーってなるから、ずーっと歩いてオリオン食堂さん行ったんですよ。いやー、メシアっすねメシアっす、メシア見つけるようになったら、はい、メシアでした、メシアでした、これは。はい、いやー、オリオン食堂さんありがとうございます、カロリー補給させていただいてね。そんな裏話があったんですか。えい、こんなことにならないように、やっぱ情報弱者すぎましたもんね。弱者ですねはい、いろいろとミスったんで、はい、今回は、というわけで今回はオリオ食堂本店ということでございました、はい、ごちそうさまです。はい、